群馬県みどり市にある渡良瀬渓谷鉄道の小中駅に来ました。国道122号線の小中橋の付近に駅があります。車は通れないです。緩やかに下ります。小中駅は1960年昭和35年11月18日に国鉄足尾線の駅として開業。1989年平成元年3月29日に第3セクター化で渡良瀬渓谷鉄道の駅となり、何の倉庫なのでしょうか。草で覆われています。自転車置き場のようです。現在利用している方はいるのでしょうか。小中駅は単式ホーム一面一線の地上駅。開業時から無人駅です。小さな待合室には綺麗な座布団。無人駅でもぬくもりを感じます。駅名表は比較的新しそう。案内図は劣化して見づらくなっています。いつまでもまったりしていたい気分です。線路の向こう側には渡良瀬川が流れていて、赤く見えているのが下松島橋。下り側の方が開けていました。通れるのは小型特殊自動車までです。これから小中駅から起点となるある場所へ行きます。渡良瀬渓谷鉄道は何回か訪れていますが、これから行く場所は未開の地でした。ある場所とは、かねてから気になっていた、袈裟掛橋なのです。小中駅から7キロくらい、車では20分くらいかかります。小中駅前の T 字路から山道に入っていきます。山道を7キロほど登り、右側に開けたところが駐車場になります。多くの台数は駐車できないので、紅葉などのシーズンには注意です。前に見えるのがこの周辺で唯一のトイレです。トイレットペーパーは持参した方が良いかも。小中川を渡ります。川は下流で渡良瀬川と合流します。実はこの袈裟掛橋や小中大滝への訪問は本意ではありませんが、中止をする予定でした。ネットで事前に調べていたら、いろいろとネックがあったからです。道が狭いこと、アスファルトが所々陥没していること、落石の危険性があること、そして何よりもネックなのが熊出没注意なのです。ちなみに携帯電話の電波は届きません。
家族が一緒なので、相方はともかく、子供を危険な目に遭わせられません。この件を、今回の旅の宿のご主人に相談したところ、なんと現地まで案内をしてくれたのです。登った先に何やら見えてきました。ついに来ました。すごいな。あまりの急勾配な階段に、よいしょを連発しています。すごいね。これは見事だ。あ、揺れる。この時は私たち家族3人と宿のご主人を含め4名で渡っていました。恐る恐る渡っていても揺れますので、他の人がいたら気を使います。紅葉のシーズンは人が多いから怖いかも。宿のご主人曰く、ここはそんなに混雑はしないとのこと。多くの人に来てほしいし、知る人ぞ知るであってほしいし、ちょっと複雑な心境になりました。橋は途中から階段から板張りへ変わります。棒状の滑り止めがありますが、足元に注意です。撮影の都合上、前を撮っていますが、右手側の小中大滝の絶景に感激しています。奇妙な造りの袈裟掛橋を渡り、秘境の中にある小中大滝、本当に来ることができて感無量です。轟音とともに流れ落ちる滝の水、思わず心を奪われてしまう迫力です。よいしょ。